初代同セット伯爵、トマス・サックビルは、イングランドの政治家、帝神、詩人、貴族。1558年に、庶民院議員として、政界入りし、エリザベス朝から、スチュアート朝初期にかけての宮廷で役職を歴任した。1599年から死去までは、大倉卿を務めた。1567年に、バックハースト男爵、1604年に、 ドーセット伯爵に異常された。ドーセット伯爵サックビル家の貴族としての祖にあたる。1536年、庶民委員議員や財務大臣を務めた政治家、リチャード・サックビルとその妻、ウィニフレットの間の唯一の男子として、サセックス・ウィジー・ハムバックハーストに誕生。父は、アン・ブーリンのいとこにあたる。サリントンのグラマースクールで学ぶ。さらにインナーテンプルで学び。 法廷弁護士となる。オックスフォード大学やケンブリッジ大学で学んだとも伝えられるが、確証はない。メアリー・女王時代の1558年にウェストモーランド選挙区から選出されて、庶民議員となった。エリザベス・女王時代も1559年にイースト・グリーンステッド選挙区から1563年から1567年にかけては、 アリスバディ選挙区から選出されて、庶民議員を務めている。若い頃には、フリーメイソン活動に熱心で1561年から1567年にかけて、グランドマスターを務めた。1567年には、エリザベス女王より、ネーデルラント大使に任じられた。また、貴族院におけるプロテスタント党派を、 強化しようというエリザベース女王の目論みから1567年6月にはバックハースト男爵に除されて貴族院議員に列した。1582年から1586年にかけては数密顧問官を務める。1571年から1572年の第四代ノーフォーク公トマス・ハワードの裁判、1586年の アンソニー・バビントンの裁判、1589年の第20代アランデルクフィリップ・ハワードの裁判などに裁判官の一人として参加している。1586年のスコットランド元、女王メアリー・スチュアートの裁判でも裁判官に任命され、メアリーに死刑宣告を伝達する役割を果たした。1586年から死去までサセックス党官を務め、 1591年から死去までオックスフォード大学総長を務めた。1588年に性的の初代レスター博、ロバート・ダドリーが死去したことにより、女王の彼への信頼を妨げる者が亡くなり、出世が早まった。1588年12月には、教会問題コミッショナーに任じられ、1589年4月には、ガーター騎士団のナイトに上されるとともに、 ウィンザーに置かれて外交問題を担当した。1589年にはネーデルラントの大使館に派遣され、ついで1591年のフランスとの条約締結の際には女王名代の一人として条約にサインをしている。1591年に大法官クリストファー・ハットンが死去するとそのポストが委員改正になり、彼は委員の一人となった。 1598年8月に、大倉教初代、バーリー男爵、ウィリアム・セシルが死去すると1599年に、代わって、大倉教に就任した。1601年の第二代エセックス博、ロバート・デ・バルーの裁判の際には、大カレーを務めた。エリザベスが崩御して、ジェームズ一世が即位した後も徴用され、1604年には、同セット博に除された。 1608年4月19日にロンドンホワイトホールでの数密院会議中に突然死した。借位は長男のロバートが継承した。清掃年期には秘策を多くし、1561年にはトマス・ノートンとの合作でブランクバースによる最初の英語の詩ゴーボダックの悲劇を表した。他にも役人の鏡等を表した。 1567年6月8日に以下の釈与新規に与えられる。1604年3月13日に以下の釈与新規に与えられる。1589年4月24日、ガーター騎士団ナイト。庶民院議長を務めた政治家サー、ジョン・ベイカーの娘、セシリー・ベイカーと結婚。彼女との間に以下の4男3女を設けた。ありがとうございます。